やだやだ、天下の盗賊がガキと洞窟探検じゃしまんねえよな。うるさいな、盗賊盗賊って。一体あんたは何者なんだい。いきなり連れて行けってついてきたと思ったら文句の言い通しだ。まあまあそう怒るなよ、ガキっぽいぜ。あんたは信用できないよ。いくら剛腕の知り合いだって言っても盗賊は盗賊だ。大方廃校に宝でもあればと思ってついてきたんだろう。ご名答、それもある。まあ、だがそれじゃあまりにご挨拶だぜ。だいたい命の恩人に対しての言葉じゃねえよな。命の恩人？そうとは。何を隠そう、ホワイトホーンの砂浜でおねんねしてたのをミニアムで運んでやったのはこの俺だ。え？俺だぜ。あ、そうだったの。ありがとう。それにしてもどうして僕に力を貸してくれるんだい。さあな、お頭に言わせればそうすることが使命なんだそうだ。そうすることが使命。それよりよ、新しい鎧の着心地はどうだ。ぴったりだ。丈夫そうだし助かるよ。だろ。おっと、びっくりさせんじゃねえ、簡単やろ。僕に任せて。出らんねえぜ。いや、相棒、いい格好だね。チェ。あの伝説の名のアドル。はい、サラから奪うべき賭場の勝負、申し訳ありません。少しはやるようだな。まあよい、導くべき女がいなくなれば身動きも取れまいて。ああ。神官の言い伝えにある勇者か。無意味なことだ。私とて神官の末裔、誰よりもエステリア、いやイースの古よりのあらましは知っている。だがこの世を見ろ。支配する者、その支配に泣く者、欲のままに生きる者、またそのために死ぬ者、平和を望んでいたはずの者たちの慣れの果てがこのざまだ。人間とはそんなものなのだ。伝説の勇者が現れて魔を払ったところで何が変わるというのだ。いや、むしろ純粋な魔に翻弄され魔道に落ちようとも、その方が人間にとってははるかに真実の安らぎではないのか。カビの生えた言い伝えなどもう遅すぎるのだ。ファクト様、アドルとやらが廃校に現れたとのことです。なんだと、ダレス、おかしいではないか。サラを封じたはずではなかったのか。何故廃校に。ご安心を、廃校にはバジュリオンがおります。廃校の悪魔に勝てるものはございません。ダレスよ、私はアドルという小物には興味はない。気がかりなのは、何故に奴が廃校に現れたかということなのだ。まさか、サラの後を継ぐ勇者を導くべき者が現れたとは思えませんが。神よ、どうかアドルをお守りください。魔を払い、エステリアに再び平和を呼び起こしてください。人々に微笑みを戻しください。何？
は間違っているというの？私はラスティン村のレア、そうじゃなかったの？最盛期にはこの鉱山から驚くほど大量の銀が採掘されたっていうけど、魔物と銀の間にはどんな関係があるってんだ？よう、アドル、頼むぜ。え？あら、よっと。え？あれ、まあお休み中？ドギ！あ、いや、シャレ、ほんのシャレ。シャレでやることか！いや、悪かったよ、悪かった。え？今何か上の方で音がしたよな。せーの！分かってんじゃねえか、アドル。逃げるが勝ちってね。逃げるじゃねえ。ドギ、早く！もういいだろう。ちくしゅう、マジに走らせやがってよ。お、アドル、俺のリュックくれ。飯でも食って一休みして。ないよ。え、ないって、俺さっきおめえに渡したじゃねえか。ああ、さっき落としたやつなら置いてきたよ。何？魔物がうじゃうじゃ落ちてきたし、拾う暇なんてなかったよ。ああ、ちくしょう、あん中には俺の大好物がぎっちり詰まってたのによ。鳥の燻製に干し肉の束に昨日焼いたパンも入ってたんだよ。ふっくらしてたんだぞ。そうだわ、酒だって入ってたんだよ。まあまあ、僕の分けてあげるから。ああ、パンなんぞ俺一生懸命焼いたのによ、魔物のバカ野郎。大体なんでまたこんなところにイースの書があるだなんて思ったんだ。サラの水晶玉がここを示していたんだ。水晶玉が？廃校へ行かれるつもりですね。ああ、君が言った通り、サラの水晶が示していたとすれば、そこにはきっとイースの書があるはずだ。お願いがあります。私は魔物から逃れてしばらくの間、廃校の奥に隠れていたんですが、その時銀のハーモニカをなくしてしまったんだ。時銀のハーモニカをなくしてしまったんです。銀のハーモニカ、とっても大切なものなんです。お願いです、廃校に行くのでしたらぜひハーモニカを見つけてはいただけませんか。ごめんなさい、どうしてこんな気になるんだか自分でもわからないんです。でもどうしても必要なんです。わかった。きっと見つけてくるよ。さすがのアドルさんも、可愛い子ちゃんの頼みは断れねえか。そんなんじゃないよ。ただ銀のハーモニカっていうのが気になって。言い訳しなさんなって。しかし銀の鉱山に銀のハーモニカか。銀ばっかりじゃねえか。どうなってんのかねえ、こら。どうしたってんだよ。どっちに行けばいいんだ？起きな。こんな時は三好車の後を見りゃいいんだよ。ここだな。行くぜ。すごいじゃない、トギー。
ま、鉱山の中なら任しとけって。俺の生まれたフェルガナのあたりも鉱山の町でな。ガキの頃からいい遊び場よ。太陽、でももうかなり下ったはずなのに。とにかく岩をどけてみようぜ。ああ、ドギ。しみるぜ。アドル。クレーターの底だ。ああ、すり鉢のどん詰まりってのはこのことだ。風が出てきましたよ。若い娘が来た途端に年寄り扱いだ。ありがとよ。果物を分けてもらいに行ってきます。ああ。ジェバ喜ぶわ。このままここで生活できたらどんなに幸せでしょう。記憶の戻らないままここで。怖い。記憶が戻るのが怖いの、アドル。私どうしたらいいの。ドギ、早く。慌てんなよ。思うんだけどよ、この辺りはもう坑道じゃねえぜ。作りがまるで違う。うん、僕も気がついてた。え、気がついてたっておめえ。坑道とつながっているのに違うのは魔物たちが作ったものだからさ。それじゃあもう道なんかわかんねえじゃねえか。そんなことはないさ。魔物の道だからこそこっちの目的のものに近いってわけさ。ええ、なるほどね。イースの紋章。おっ、やろ、また出やがって。何が何でも突っ切るしかないみたいだね。そうみたいね。問題。あれ、おい、どうしちゃったんだよ。ああ、ドギ、逃げろ。おい、なんだよ。
さ。サラのことだが。あの子はよくやってくれた。アドルは廃校に向かったよ。ドギをつけてやったが。そうかい。じゃあ乗り越えてくれたんだね。ああ、あいつならやってくれそうな気がする。おい、たまんねえな。しかしこれでもう道も分かんなくなっちまったな。いや、意外とかなり近い線まで来てるかもよ。そう調子よく行くかよ。水は下へ下へと流れるだろう。目的のものが廃校の一番底にあるなら、僕らは一番の近道をしたことになる。それ当たってるといいけどね。どうやらドンピシャ大当たりってとこに来たらしいな。うん。地下神殿だぜ。あ、うん。イースの書だ。あ、アドル、危ない。アドル。もらえそうにねえな。今だ。ハーモニカ、これが音を出していたのか。
さあ。なぜだろう、ハーモニカを受け取るのがなんだか怖い。どうしたんだい。記憶の封印を解くことは女神の存在を魔物にさらすこと。でもよくあんな奥に逃げていたもんだね。お礼に一曲奏でさせてください。うん。フィーナ。ダビーの書、イースを襲った災いについて話そう。あいつは突然現れて町を襲った。地下より吹き出した溶岩は野原を焼き尽くし、我々はその中で逃げ惑った。レアの奏でる調べは何を届けたのか。古の記憶か、悲しみの歴史か。だが今のアドルにはレアの思いもフィーナに訪れた変貌も知る由もなかった。